パンフレットに載せる Q&A に答えるようにとスタッフさんに言われました。この空欄を埋めればいいのでしょうか。誕生日は10月31日。出身はアグナパレス。趣味はマジックです。披露する機会がたくさんあるのは嬉しいです。最近の仕事はアグナパレス語講座やスターリッシュの活動など楽しいことをたくさんやらせてもらっています。アイドルとしてたくさんのことを学び、いつか大御所という存在になれるように頑張ります。トキヤ、見てください。はい。あ、相島さん、どうしたのです？やっぱりできていないのですね。かっこいい表情をしたいとレンに言ったら、トキヤが得意だから相談するといいと言われました。レン、絶対に面白がっていますね。それにしてもなぜかっこいい表情をしたいのです？今日はシャイニング事務所のスペシャルなイベントのためのパンフレット撮影。いつもと違う私をファンの皆さんに届けたいのです。シャイニング事務所の特別な日にふさわしい特別な衣装です。とてもかっこいい。全員が揃うとすごい迫力です。私もみんなのように振る舞えているでしょうか。少し心配ですが、精一杯頑張りました。アイドルになってたくさんのことにチャレンジさせてもらえて嬉しい。毎日が楽しいです。パンフレットを見ているあなたにもこの幸せが届いていますように。